皆さん、こんにちは。1分レッスンにようこそ、バネリサです。今日も私と一緒に新しい表現勉強しましょう。今日はちょっと面白い表現をご紹介しますね。あ、とぴ。あ、とぴ。あ、とぴ。ぴは値段という意味で、聞いたことがある人も多いですよね。à tout prix を直訳すると、すべての値段で。ちょっと意味わからないですよね。さあ、どんな意味かな？これはすべての値段。つまり、どれだけ高かったとしても、どんな金額を払っても、という意味で、絶対欲しいものは、どれだけ高くても、何としてでも買いますよね。何としても、何が飲んでも、という時に使いますよ。Il faut que je l'achète à tout prix. Ah, mais si tu vas à Paris, tu dois à tout prix visiter la Tour Eiffel. Je dois réussir cet examen à tout prix. いかがでしたか？皆さんは何としてもしたいこと、しなきゃいけないことはありますか？ Il faut que je l'achète à tout prix. À tout prix を使って、ぜひ行ってくださいね。それでは、また次回のレッスンでお会いしましょう。Au revoir! À bientôt!